どうもこんにちは、プラムです。チナポンです。今回はこちら新型のスペーシアギアに試乗させてもらいにやってきました。はい、この見た目かっこかわいいですよね。かわいい、ギア感が増したっていう感じ非常にしますよね。ね。さあ、まず一番目が行くところはここのグリルのところですよね。この6本のこの縦線、この部分が非常に目に入ってきます。でその部分とは対照的にこのヘッドライトが丸いんですよね。丸くて非常に可愛いなという感じがします。まん丸お目目だね。本当 SUV 感すごいありますよ ね。そういったところ非常に感じます、それでは今回街中を試乗させていただきますけども、燃費計測の方もしますので最後に発表します。はい、それでは早速試乗編行ってみよう。では早速エンジンかけてみましょう。あ、ヘッドアップディスプレイが立ち上がってきました。軽自動車でヘッドアップディスプレイあるのめちゃくちゃ羨ましい。でこちら360度見渡せます。ボディカラー今日はオフブルーなんですけども、車体色がこれホワイトになってます。この B ボタンを押すとこういった形で何回でも揺れるんですよ。車の全体を確認できますので、周囲に子供がいないのかなども確認できます。ここら辺安全上非常にいいところだと思います。では早速シートポジションを合わせていきましょう。こんなものでいきましょうか。でこちらステアリング調整は中と上下の高さはできます。でもこの前後はないですね。この前後のテレスコピックはついていません。この上下だけですね。はい、はい、ではこんな感じでいきましょうか。はい、早速ドライブ入れましょう。はい、ちょっとエアコンの風入れますね。はい、こちら電動パーキングブレーキ採用されています。電動パーキングブレーキとオートブレーキホールドついています。さあ解除しました。それでは早速行きましょうか。はい、こちらナビも9インチ大きい画面ついています。非常に見やすいですよね。さあそれでは行きましょう。さあそれでは行きましょう。こちらはスペーシアギアのノーマルモデルになります。ターボモデルではありません。ノーマルエンジンモデルです。マイルドハイブリッドですね。うん、出だしスムーズですね。うん、ペッポッペッポッとね、かわいい。ウィンカーの音もかわいいですよね。今日は街中の試乗になります。はい、さあもう一度曲がりましょう。さあここですかね。はい、ここを曲がりましょう。軽快軽やかですよね。こちらシート高が高いですよね。うん、シート高が非常に高いんで見渡しも非常にいいですよね。ここら辺は本当スペーシアならではっていう形ですよね。うん、以前に私たちはスペーシアカスタムとノーマルのねスペーシアも乗ったことあるんですけども、今回このギアが3個目ですよね。はい、3種類目になります。はい、頭上空間も高いし広いよな。うん、そうですよね。すごい。さあこのアクセルからの出発、これがマイルドハイブリッドが効いて滑らかにスッと走り出しますよね。ね、ここら辺非常にいいところだと思います。ブレーキのフィーリングも非常にいいですね。ブレーキも踏んだ分だけスーギュッていう感じで止まってくれます。ブレーキの過不足さっていうのは全く感じませんね。うん、さあ行きましょう。ちょっと強く踏んでみましょうか。3、2、1、5、ベタ踏み。ここ右。初めね、やはり少しタイムラグっていうのありますよね。アクセルのベタ踏みまでしてみたんですけども、ゆっくりと徐々に立ち上がってぐーっと力が出てくるっていう感じになります。うん、ここら辺はやっぱりターボ車とはまた違ってきますよね。うん、ターボ車はもうちょっと力強く加速していくんですけども、今上り坂でしたからね。うん、さあこれ今ホールドボタンを押しましたよ。これで今ね信号待ちの時にブレーキペダルから足を離しても止まってるんですよ。これがついたのが非常に便利ですよね。至れり尽くせ。これがあるのは非常に本当運転が楽になるんですよね。信号待ちの時こういった形で足を離せますからね。このブレーキホールドがあることによってこれが非常にいいと思います。
てこの見た目ね、内装いいですよね。このカーキといいますか、オリーブといいますか、緑のね、こういった色がアウトドアテイストで非常にいいなと思います。このギア感がたまらないですよね、うん、この道具感といいますか、これからアウトドアでもしようかなっていう感じで ね。さあ、これハンドルはね、結構回さないと曲がらないタイプですね。結構ね、真ん中結構今動かないですよね。真ん中の遊びが結構あります、うんうん、真ん中の遊びが結構あるんで、曲がるときは結構ね、思ってるよりもステアリングをね、回さないといけないかなっていう感じがしました。今日はね、もう秋なんですけども、もう真夏の気温ですからね。また戻ったね、暑さが、ね、めちゃくちゃ今日は暑いですけどね、うん、まあでも冷房も結構ね、こういった室内空間広いですけどしっかり効いてますよね。ね、うん。でこちらね、サーキュレーターついてるんですよ。おー、サーキュレーターがついてるんで後ろにまでね、風が行きますんで、後席に乗られた方も涼しく乗れるかなと思います。はい、ローさん右、はい、ここ右ですね。はい、あ、ブレーキめちゃくちゃいいね。ブレーキほんとしっかり効いてくれます。おー、なるほど。うん、でも滑空ブレーキ全然ならないですよ、うん、ほら結構ね、この直角に曲がるような感じの時結構切らないといけませんよね。ギュインって感じよね、うん、でもこちらのノーマルだったらこういう街中を普通に走る分では全然ターボじゃなくても全然いけそうですよね。うん、上り坂がきつくなると少しね、アクセルを強く踏み込めないといけなくなってしまうんで、うん、そういう時は少しね、パワーがもうちょっとあったらいいなって思う時もあるかもしれませんけども、普通にこういったね、街中で平地が多いところだったら全然問題ないかなと思います。うん、小回りも効く感じだもんね、うん、やっぱこのヘッドアップディスプレイ見やすいですね、うん、目線はあんまり下げなくていいんで、速度も出てます、時間とかね、標識とかもできます。それいいよね、うん、軽自動車でね、ヘッドアップディスプレイがついてるの非常にいいなと思います、ね、乗り心地もね、非常にいいですね。うん、そんなにゴツゴツとしたような感じ、そこまで感じませんよね。うん、前にいるのはデリカですよ。デリカミニ、うん、これも可愛いんだよ ね。今こういうハイト系の SUV って流行ってますから ね。そこら辺がどうなってくるかですよ。うん、ライバル車としたらダイハツのタントファンクロスであったりとか、うん、ホンダからも NMAX ジョイが発表ね、今日9月26日ですけども、うん、発表されますんで、そういったね、いろんなライバル車出てきましたけど、うん、これね、魅力がいっぱいなんですよ、このスペーシアギア、うん、ね、このスペーシア、新型スペーシアになってめちゃくちゃ内装とかめっちゃこだわってますからね、うん、で、この見た目がめちゃくちゃギア感があってめっちゃかっこいいなと思います。はい、武骨さの中にも可愛さっていうのありますよね、丸いヘッドライトっていう感じでね、うん、いやー、軽快だな。やっぱこのマイルドハイブリッドが効いてるなと思いますね。うん、さあ、おお、ではさあ、ここ60キロ道路なんでちょっと踏み込んでみましょう。はい、おお、すぐ60キロになっちゃいますね。やっぱこの視界がいいですよね。視界がめっちゃクリアで広げてますよね、うん、こういった A ピラーのところもこういった三角窓といいますか、こういった窓もね、大きく開いてますし、ちょうどね、このスペーシアギア乗る前にね、うん、新型シビックの RS 乗ってたんで、それと比べると開放感が全然違いますよね。あ、確かに、うん、あ、今上りなんですけど、ちょっと頑張ってます。そうだね、エンジン結構うなってますよね。うん、結構頑張ってる感ありと思います。頑張ってる感がちょっと出た、うん、それがね、あんまり好きじゃない方ってなってくると、やっぱりそこら辺のエンジンの余裕っていうのを感じたいんだれば、まあ、ターボがおすすめかなっていう感じですよね、うん、そこまで価格差って10万円ちょっとぐらいしか変わらないと思いますんで、うん、でも本当にね、そういった上り坂が多いような地域に住んでない方とかだったら、全然こうノーマルモデルでもノンターボでもいいかなっていうのは感じますね、うん、静粛性もある程度高いですよね、うん、この車内に乗り込んでる感じでは、うん、さあ戻ってきました。おー、さあ、ここから妻のチナボンと運転変わります、うん、はい、おお、いい感じ、出だし軽快でしょ、うん、ね、
げるね。はい。はい。右のレーンがいいの。そうですね。もうすぐ右折しますんで、右のレーン入ってみましょうか。楽しい。楽しい。運転しやすい。運転しやすい。いいね。女性でもこのアウトドア感っていいんじゃないですか。うん、そんなに重くないから。うん、第一印象どうですか、このスペーシアギア。やっぱりスペーシア可愛いよね、やっぱり。うん、全体で。ああ、すごい。スピードのあれも見れるし。そう、スペーシア種類がいっぱいありますよね。ノーマルのスペーシア、スペーシアカスタム、スペーシアベース、それでさらにこのスペーシアギアありますからね。欲しいものがついてるしね、女性にとっての。そうそうそう、女性受けもいいだろうし、男性受けもいいかなっていう感じしますよね。うん、今回のデザインでいくと、うん、男性受けもいいよね。うん、どうも。楽しい。さあ、今風量2なんですけども、風量2だとね、今日32度から33度ぐらいだと思うんですけど、ちょっと暑くなってきたんで、うん、風量3にしました。はい。結構ないい具合のスピード感出るよね。うん、いいね、ちょうどいいサイズだ。風向きでした。風向きが私の方に向いてなかっただけで、全然十分冷えますね。うん、そう、軽自動車だとやっぱり普通乗用車に比べると冷えが悪いのかなと思ったんですけども、エアコンの。ここそういったことはないですね。ないね。こんだけ車内の空間も広いんやけど、うん、しっかり効いてるよね。そう、なるべくエンジン音とかをね、ロードノイズとか聞いてもらうために、なるべく地上の時はエアコンオフにしたりとか、風量弱めで走るんですけども、うん、今日はちょっとさすがに外が暑いんで勘弁してください。いいね。結構ハンドル回すでしょ、曲がる時。まあでも全然いい。うん、ハンドル軽いよね、ステアリングヒールね、かなり軽いよね。うん、女性でもスイスイ扱えるんじゃないですか。そう、男性からすると軽すぎるかも。女性でもこんだけ軽いから、まあ運転楽かもしれませんけどね。まあ重たいよりかはね。うん、すごい、まあ、もう若干クイックでもいいかなっていう感じはあるかもしれませんけどね。ちょっと真ん中の遊びが結構ありますからね。本当だ、ホールドしとるから、ブレーキホールドしとるから足元も、うん、楽ちんでしょう。楽ちん。もう一回これに慣れてしまうと、ちょっとね、ない車乗れないよね。無理だね。うん、シューンでこう入り具合が、うん、めっちゃスムーズ。いい感じ。困りきくわ。うん、ええー、わ。今日はちょっと全く知らない道を試乗させてもらってますんで、まあ試乗コース決まってますんでね。うん、その道をちょっと知りながらっていう感じで。そうそう、あと道を様子見ながら走ってますんでね、ちょっとたどたどしくなっちゃう。そうそうそう、なかなかね、試乗レビューに専念できないっていうのがあるんですけども、うん、そこら辺ご了承ください。でも小回り聞く、なんか安心感があるから、うん、平気だ。そうだよね。うん、街中は全然60キロぐらいまでだったら全然そこまでパワー不足さっていうのない。そこまでないですよね。ないない、上り坂じゃなかったらね。まあ、高速道路ってなってくるとやっぱりターボ車の方がいいかなっていう部分もあるかもしれませんけども、うん、スピードの乗り方、うん、いいね。初めのアクセルレスポンスが非常にいいよね。いいよね。うん、出だしのそうスッと走ってくるのがね。うん、ちょっと深めに踏むと音は出ちゃうけど、うん、うんうん、ちょっと踏んじゃおう。あーでもすごい運転しやすい感じはするわ。あーそうなんや。うん、これは新型スペーシアギア、シナポン欲しくなっちゃう。うん、うわ、また欲しい車増えちゃったね。買って買って買ってね、ね。今日はこの後ちょっとホンダのね、 NBOX ジョイ今日発表日なんで、もしねあったらちょっとそちらともね比べてみたいなと思うんですけどね。ちょっとライバル車の位置関係になりますからね。まあ、こちらは本当にアウトドアテイストに振ってるっていう見た目でもあり、内装でもあるんですけども、うん、NBOX 上はちょっとアウトドアっていう感じはちょっと違いますけどね。うん、まあ、でもちょっと似たような形のテイストになりますんで、ちょっと比べれたら比べてみようかなと思います。はい、率直でね、
女性のチナポンが見てどっちが好きかですよね。そうだね、好みがどう出るかだよ ね、うん、ね。でも最近の鈴木さんは本当すごいよね。そう、欲しいものがついてるんだよ。そうそうそう、グッドアイデア賞をあげたいっていう、本当にアイデアがね詰まってるんですよ、このスペシャルギア。よくこんなにもなんか詰め込めたなって感じ、うん。そう、まあスペシャルギアに限らずスペシャルカスタムも一緒ですけども、うん、マルチユースフラップとかね、後ろのシートとかもそうですし、うん、こういったねサーキュレーターもついてますからね。なんかね贅沢だよね。こういった軽自動車にもサーキュレーターもついてますし、ヘッドアップディスプレイもねついてますからね。そう、でさらにねこれメーター違うんですよ。これメーターがスペーシアカスタムとノーマルとまた違うんですよね、このギアと。へえ、 そこまで変えてくるかっていう感じですよ。すごいな。そう、ホンダとかだと多分変えてないんじゃないかな。 NBOX と NBOX ジョイとかカスタムであってもこれはね、遊びがすごいね。メーターまで変えてるっていうのが本当すごいなって、本当素晴らしいな、もう感心しちゃうぐらいですよね。楽しい。そう、そこら辺は本当ね鈴木さん分かってらっしゃるなっていうのを感じます。でここね助手席のシート開けたらね、うん、中にバケット入ってるのよ。あー、だから汚れたものとか入れたりとかね。またあれか、そういいやつだ。汚れた靴とかね入れたりとか、そういったのも置けますから ね入れることができる。でこちらはねシートヒーターも運転席助手席ついてますし、ステアリングヒーターもついてるんですよ。これ軽自動車でステアリングヒーターまでついて、もう至れり尽くせりでしょ。尽くせり。そう、もう装備面に関してはねもう圧倒的ですね、うん、このスペーシアシリーズで。このスペーシアギア見た目が好きなら本当おすすめな車ですよね。うん、だ一時期ライバルの NBOX に勝った時もありましたからね、販売台数でね。わかる気はするな、うん。今後も熾烈な争いが繰り広げられていくかなと思います、うん、このスペーシアギアとまたホンダの NBOX ジョイが発売されるとね、うん。さあ今回はね本当に短い試乗コースだったんで、また詳しいねこういったスペーシアシリーズの試乗レビューっていうのは以前にアップしてますので、ぜひそちらの方も概要欄にリンク貼ってますんで、ぜひそちらの方も参考になっていただければなと思います。はい、さあ今回は短い距離でしたけども、うん、総括してどうでしたか。短い買ったけど楽しかった、うん、というかもうちょっと基本とか気持ち乗りたい。そうだね、うん、全然これで乗って帰ってもいいかなって思うぐらいだよね。すっごい運転しやすい、うん、うわこれほんまいいよな、うん、小回り効くからな。いやそうだね、軽自動車からね。そう、そう、こういった時にこの P ボタン、あ、これを押すとね、おお、こんな感じ。どっちに行けばいいんだ。画質に関しては、まあ、お世辞なりにもめちゃくちゃ綺麗とは言えませんけどね。まあでもあるだけ全体見渡せるのがいいですよね。左の画質は非常にいいかなと思います。このまま下がればいいの？こう？こんな感じかな？ライオライ。平均燃費が 16.9km です。さあちなぽん試乗させていただきましたけども、どうでしたか。楽しかった。楽しかった。うん、ちょっと試乗時間が短いのが残念。そうだね、もっと乗ってきたいね、うん、乗って帰りたいぐらいですよね本当に、うん、これ内装もね本当ワクワク感が止まらないですよね。ね、かわいい。そう、使い勝手抜群だなっていうのも非常に感じましたし、走りもねこういった街中ではこういったノンターボモデルでしたけども十分かなっていう感じしましたね。多少アクセルを強く踏み込むとボーっといったねエンジン音をうなって頑張ってるなっていうのは感じますけども、うん、まあ、それがねあまり好きじゃない方はターボ車を選ばれるといいと思います、うん、今回動画が少しでも参考になったなと思っていただけたらグッドボタンよろしくお願いします。今後も私たちのチャンネルではメインに新型車の紹介や試乗レビューなど行ってますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をして次回もご覧になってください、はい。また最近妻のちなぽんがサブチャンネルとしてちなぽんというチャンネル名で YouTube の方を始めましたので、ぜひそちらの方にも遊びに来ていただけると非常に嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。またね。